はい、皆さんどうもテントモです。ガンダムウォーズの実況となります。またしても新しいガシャがやってまいりました。まあ、新しいガシャとは言ってもね、まあ、いつものね、あのオール星41連ですね。ダイヤ200の、はい、年末記念星 4×11 体確定ガシャ、12月27日0時から12月31日23時59分の5日間となっております。はい、星4機体11体確定、2020年リリースの特定の期間限定機体が再登場、特殊改造資材 MS×2 のおまけ付き、過去最高の星4 11体確定ガシャですかね。はい、ね、見えます。スノフォアが見えております。そして SR も入っております。そしてブルーデスティニー2号機3号機がなぜかいます。はい、では詳細見ていきましょう。はい、というわけで、ここに書いてあることはさっきと同じ感じですかね。で、ここまでしかないと。ね、ここからここまで。ね、ここをヒュッと。で、ここをヒュッと。はい。ではね、提供割合見ていきましょうか。で、同時開催中キャンペーンが、1日1回限定エース付き含むと、まあ、キャンペーンと言っていいのかどうかといった感じですね。はい、提供割合。はい、グレード 4100%。ね、当然ですね。そして、各種星4機体が 0.433% で登場するガシャとなっております。はい、太字枠はエース必殺技がついている機体といった感じでございます。なのでピックアップは特にないですね。スノーフォア SR も 0.433% で登場しますよと、ね、いった感じのガシャかなと思われます。はい、そうですね、スノーフォア 0.433%。 はい、まあ以上となりますね。まあもちろんね、これ過去最高のオール星41連ガシャになるんですけども、まあダイヤ200ということ、そして残りね、数日で新年に切り替わって元旦ガシャ、ぶっ壊れ元旦ガシャが来ますので、まあこれはスルーでいいですね。誰も引く必要がないガシャかなと思います。で、その元旦ぶっ壊れガシャの件なんですけども、昨日のね、公式放送で詳細が発表されましたね。で、昨日の20時からの皆さんご覧になりましたでしょうか。ね、意外と短くて15分ちょっとの内容でしたね。シンプルな感じでございました。まあ、録画放送ということ、そして第2部が元旦1月1日にあるとのことなので、おそらく第2部の方が長い内容になるんじゃないですかね。で、まあ、1部と2部合わせて1時間といった、まあ、パッケージ動画ってところでしょうか。はい。で、まあ、昨日ね、久しぶりに我らがヤブリンに会うことができました。ね、画面の前でね、ジークヤブリン、ジークヤブリンって唱えながら見ておりましたよ。はい。まあそんなことはなかったんですけども、まあね、変なストレスで痩せていないか心配だったんですけど、逆にね、逆に太ってたっていうね、本人談。まあでも幸せ太りなら何よりでございます。でも幸せなら OK です。はい。で、昨日はね、まあ、ね、そのヤブリンのチョリースからね始まって、で、まあ、昨日はね生放送ではなかったのでほとんど台本通りといった進行でしたね。波川さんも、ゲストの波川さんもそんなに厳しい意見を言われるようなことはなくて、まあ基本的にはヤブリンのお膳立てといったポジションだったんじゃないかなと思います。はい。で、注目のね、新機体情報ね、もうリークされていたんですけどもね、フリーダムガンダムミーティア、そしてジャスティスガンダムミーティア、ね、その2機体が新要素である乾燥、乾燥を用いて、ね、元旦1月1日のガシャに登場するということで、で、さらにその機体が何やら星5、ね、今までは星4が最高リアリティ、ね、登場時ね、だったのが星5で登場するみたいですね。どうなることやら、ね、まあ確率がね、低くなるんじゃないかってまあ言われていますけども、まあ元旦1月1日なのでね、まあ 2%2% で来るんじゃないかなと、なんとなくね、ポジティブに考えております、僕はね。まあ 1.5%1.5% かもしれないですし、はい。で、まあね、特定条件ね、今回だと、フリーダムガンダムミーティアだと必殺技を何回か発動したら、ミーティアが切り離されて、でフリーダムが必殺を放っていくといった
ね。で、ジャスティスの方はまだ明かされていなかったんですけども、HP がゼロになったら復活みたいな、ね、のが書かれてあったので、ついにね、蘇生システムが来ましたが、まあ、いつかね、来るかなと思っていましたが、これで、うまくね、アップデート、今後の情報修正なんかでも、旧、ね、古い機体に、その、感想をね、実装して、すぐにね、落ちちゃうような場合でも、蘇らせるっていうパターンがあったら面白いですね。まあ、いろいろと夢が広がる新システムなんじゃないかなと思います。というわけで、今ね、ガシャが結構並んでおりますが、まあ、もうすぐ終わるやつもあるんですけど、とりあえず1月1日までに登場するガシャは、基本的には全部スルーでいいんじゃないかなと思います。あと1回とかにどでかいのが来るかもしれないんですけど、まあ、それはね、そのどでかさの、ね、内容によっては、引いていくのも手ではあるんですが、基本的には1月1日の元旦ガシャが、ぶっ壊れがね、ほぼ確定しているので、そちらを待つのがベストかなと、ダイヤを貯蓄していくのがベストかなと思います。で、1月1日にね、皆さん一気に引いていきましょうといった感じですね。で、あとは何だったかな？あと何か新情報はありましたっけ？もうあとはもう覚醒版紙の配布くらいしかね、覚えていないんですけど、ついにね、配布されましたね、覚醒版紙。ね、しかも星6での配布。で、さらに第2部の放送後には超越までできるみたいで。いや、すごいね、すごい太っ腹な対応かなと、神対応かなと思います。ね、覚醒版紙、本当にね、今でも人権級ですからね、2018年の機体なのに、ね、2年間、まあ、途中でね、情報修正ありましたけど、それでもね、最も長くアリーナのトップクラスを張っている機体なんじゃないですかね。もしかしたらガンダムウォーズ史上ナンバーワンの機体はこの覚醒版紙かもしれませんね。うん。で、その機体がね、無料で手に入るということなので、ね、ぜひともね、動画をご覧になった上で、LINE 公式アカウントにその特定のキーワードをね、入力してゲットしてもらえたらなと思います。はい。まあ僕はね、もともと覚醒版紙を初登場時のガシャで手に入れていて、で、万能設計図90枚使っておりますので、まあ今回そんなにね、恩恵っていうものは大きくはなかったんですけども、それでもね、120枚、設計図120枚イコール、EXポイントが6000ポイントなんですよね。すごい。ね、すごいもらえます。なので、まあ別にもともとなかったものと考えているので、全然全部プラスアルファですね。はい。で、まあエース必殺が欲しいという声もあるんですけども、まあ、うん、僕もなんだかんだずっとエース必殺のね、エース難民でここまで来ておりますが、まあ通常必殺でも、ね、普通に使えているので、まあうまくね、追撃なんかをケアしながらね、やれているので、まあエースがなくても全然 S 級機体ですね。エースがあると SS 級機体かなと思います。というわけで、本日もまた覚醒版紙をね、狙って引いていきましょうか。まあ来なくていいんですけども。はい。あとは、まあリツイートキャンペーンとかでしたかね。2021リツイートすることでお年玉ガシャチケットが漏れなく配布されるという。で、すでにもう達成されていたので、もらえますね。はい。何やら限定機体が 50% の確率で登場する、ね、美味しいガシャチケットみたいです。はい。で、あとは、それのリツイート。で、抽選で5名様に、マグカップ。ね、お湯を入れると、ユニコーンガンダムの色が変わるというね、覚醒するという。あのマグカップが手に入る感じですね。まあ、僕あれ持ってるんですよね。以前、友人とガンダムカフェに行った時にゲットいたしました。あれが5名様に当たるという内容でございます。はい。で、まあ、あとなんだ。スケジュール。今後のスケジュールも発表されてましたね。わかりやすい。で、ハテナの部分が一箇所ありまして、それが1月のいつだったかな、2日、3日、その辺でしたね。そこで明かされる。次の第2部で明かされるのかな。うん。そこが私気になります。って感じですかね。
まだあとなんかあったかな。まあきっとね、この僕の動画を見てくださってる方はもうおそらく皆さんご覧になっているかなと思いますので、まあ僕がねこれ以上話す必要もないかなとね。はい、それではね、こちら引いていきましょうか。残り2回ね、引いていきます。これもね、第2弾がね、これが終わっても第2弾がやってくるのでありがたい限りでございます。ではリポイントを貯めていきましょう。お願いします。どうせならもう覚醒番士来てほしいな。カモン。はい、どうかな、星4来るか。はい、パイシーズからズゴックアリオス。ああ、もうついていけない。どうだ、最後、おお、最後星4来ましたね。なんだろうあれ。はい、パイシーズ、ズゴック、シャーズゴ、アリオス、この辺からついていけなくなってきた。ギラがつくやつかな。ギラね。ギラ動画。はい、そして、アルジャジャ、ズゴク、はい、ジン、キュベレマーク2プル2仕様、ガンダムエジ1ノーマル、ガンダムイーズ8。お、やった、メタス。やった、嬉しい。新しめのね、星4期待ということで、はい、まあもう持ってますけどもね、星5にね近づきました。ありがとうございます。はい、まあ今日は悪くないガシャでしたね。はいはい、それではね、今回はこれで終わろうと思います。次は GAX の編成紹介動画をね出そうかなと思っているので、そちらの方ぜひともご覧になっていただけたらなと思います。では今回の動画はこれで以上となります。いかがだったでしょうか。よければいいね&チャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。ジーク、ジオ。